アメフトができればそれでよかった。フィールドでは自由だ。誰も俺に触れられない。敗戦の後、親父は仲間とレジスタンスを結成した。皆が全身全霊をかけて戦い、そして捕まった。他のレジスタンスと同じように、メッツァが俺から親父を奪った日の空は燃えるような色だった。俺の心の奥で消えていく炎と同じ色をしていた。私は秘密警察本部にいる。何かあれば連絡しろ。ハイルヒットラー。了解しました。ハイルヒットラー。俺の物語は今ここで終わる、とこいつらは思ってるんだろうな。あ、これだけは確かだ。メッツァの息の根は必ず止める。ここは一体どこなんだ。さあ、ジョセフ・ガンスリンガー・ジョー・スタリオンの登場です。お、一体何が起きている。真っ黒。ここでガンスリンガー・ジョーがフィールドに現れました。立てる。試合開始か。皆さん声援を。くそ、わあ。ドイツの精鋭チームを温かい声援でお迎えください。ちょっと待って、またおもちゃにされるんかこれ。とりあえずやっていこう。よっしゃ。どうも皆様こんばんは。ママママーヤのウルフェンシュタイン2ガンスリンガージョーをやっていきたいと思います。なんか恐ろしいことになってるわ。お、クークラックスクラン、やばい。まったくすごい試合です。ホームチームがゴール。何やったん？夢やった？あれ。次は階段にしよう。あ、夢か。こっから、さっきのまあ、いいや。さあやっていこう。前回の続きから。今日の目標は、ここから脱出しろ。ってことでね、今日もやっていきたいと思います。ガンスリンガー・ジョー。このかっこいいおっちゃん。めちゃめちゃ強いで。よし、じゃあちょっととりあえず行きましょうか。またすぐに追っ手が来るでしょう。奴らを。ぶっ倒しながら行こうぜ。敵の声がした。来た。うわあ。武器がないんか。わあ。危ね。司令官。オッケー、倒した。やばいぞ。見てる。このピストルかっこいいな。お、アップグレードキットがその辺落ちてるんでね、ちょっと探していった方がいいかもしれませんね。この辺ね、せっかく作ったこのマップね、くまなく見ていった方がいいですよね。この辺なんかあるわ。名刺、警告、注意。うん、誰もいてないぞ、珍しく。そして武器があるわ。ショットガン欲しいね。このゲームショットガンがめちゃめちゃ強いからね。わわわ、間違えた。また F 押した。わわわ、 F 押してもった。あー、また間違えた。てててててて、わあ。ほい、わあ。おー、手足ちぎれたで、これ。えらいこっちゃ。そこまでやるつもりなかったんやけど。あー、待って待って。あー、間違えた、待った。あが。あー、いっぱい来た。
まずいまずい。わあ。なんとかいけたぞ。やばいやばいやばい。なんとかいけたけどやばい。やばいやばい。あぶね、やっぱショットガン強いなこれ。無双できたわ。危なかった。インタラクト間違えたらあかんで、これグレネード投げてまう。オッケー、行こう。気持ちいいね。あ、なんかここ来たことあるような気がするな。下こんな感じね。ん、音楽が怪しいな。なんかありそうな音楽や。カモン。カモン、ここ強い。ここ強い。ここめっちゃ強いやん。よっしゃ、ここ絶対負けへん。おいー。よーし。伸びた。わあ、死体の山や、でも。大変やな、もう。オッケー、弾だけ回収していこう。で、ショットガンの弾はたっぷりあるからね。今日もこのショットガン2丁持ちで、行ったりますか。オッケー、これで行こう。めちゃめちゃ強いで、これ。おい。おい、うわー、ぐちゃぐちゃになった。オーバーキル。オーバーチャージキル。突っ込んでいきますか。ロボットいとるな。おいおい、うわおいじゃ、おいおいじゃ、わお、どうなった。うわー、潰れた。すごくね。嘘やろ。これびっくりしたな、ちょっと。体当たりでロボット吹っ飛ばしたで。すごいな、これ。ちょっとブラスコビッチさんと腕相撲さしたいね。いや、腕相撲じゃない。レスリング。どっちが強いか。ええ勝負するんちゃう？ねえ。これは胸が熱いな。胸熱な展開になってきたで、これ。よし、行きましょう。どうなった？倉庫から逃げろ。なんかまた来る。おお、来たな。上がってこい。おい、どうってことないわ。こいつ、おっと、これか。俺は誓った。メッツァに必ず復讐すると。奴はこの俺を怒らせた。必ずこの手でぶちのめし、泥を食わせる。苦渋を舐めさせてやる。オッケー、行こうぜ。ちょっと待って。ここ以前ワニに襲われた。そんな記憶が蘇ってきたぞ、今。ワニいてる可能性あるからな。下水にワニいてるんよ。わお。当たってるこれ。当たってない。おお、動く。おい、うん、アーマーがいっぱいあるけど、今アーマー満タンやから取られへん。いけたいけたいけた。通りをうまく逃げろ。わあ、市民の皆さん、上級司令官ロデリック・メッツァです。私は司会でもありますから、人助けは私の専門分野です。皆さんはもう安全です。悪名高きガンスリンガー・ジョーコとジョセフ・スタリオンは反逆罪により処刑されました。もう安心です。抵抗勢力の存在などという風説を流布するテロリストどもはもういません。奴らは虫歯です。
虫歯は抜かなくてはなりません。奴らは平和な暮らしを願う皆さんのような罪なき人々を狙う殺人鬼なのです。これか。私は皆さんと同じアメリカ人です。どうかご安心ください。総統閣下に忠誠を誓った私たちは誰もが偉大なる帝国の一員なのです。さるげどやな。覚えとるよ。ん？いける。わあすごい。ギターとかほら、オーディオ機器が、オーディオ、わあなんじゃこいつ大丈夫か。なんかやばそうなやついてるな。見てこれ、ほら楽器屋さん、アンプとかスピーカーとかいろいろ売ってますよ。ねえ、ちょっとパクって帰りたいけど、まあいいや、やめとこう。今はそんな時じゃない、そんな場合じゃないわ。これか。行くぜ。ここちょっと危なせん。うわ、音楽が変わったぞ。いてるわ。バレてへん。まだバレてへんよな。よし行くで。まるでゴーストタウンのようだ。嵐の前の静けさとでも言うべきか。うん、気持ち悪い軍団がいてるな。なんかOkay. 走る。おいよ、お前らも。よっしゃー、かっこいい。かっこいいじゃん。弾だけ回収すよ。おい、こっちも。よし、さあ。うわお、なんか来たぞ。これやばいな、ちょっとこれまずいな。わお、これで、うわー、おーおーおー、すんげえ爆発したぞ。車が爆発したんやな。よいよ、受け倒した。司令官倒した。これで落ち着いたかな。とりあえず湧いて出てる。わあこれおい、これ体当たりで飛ばせるで、これほら。おいしょ。うわあ、痛い痛い痛い。おお、びっくりした、もう。もうそらそうなるわ。いつかそうなると思ったけど、こんなに早く爆発したとはな。オッケー。ってことで、わあ。なんか来たぞ、ここ。レストラン？ちょっとメニュー見てみるかい。ね、サンドイッチやね。ドリンク、バーガー。なるほど。ファーストフード店ですね。何も特にないわ。いやでもこういうとこになんかあるよな、絶対。来た、アップグレード。お？何これ、なんかついたぜ。うおー、すごい、すごいな、これめっちゃ強くなったんちゃう。これちょっと使っていこう。アサルトライフルやんな、これ。なんかついたよね。よーし、行くぞ。どうやって脱出するこれ。これいける？まあ、とりあえずね、宿敵、アメリカ人、裏切ったアメリカ人、あいつをぶっ殺しゃええやろ。それで目的は果たせると思うけどね。自分がね、生きて帰るよりも、腐れゲドを、やったったらええんや。ね。自分の命に変えてでも、これはやるべきです。
おっと、うわー犬いけるわ。うわこんなとこ入ってくんのかよ、マジかよ。ちょっと待って、さっきまで友達やったのに今日は敵か。ほい、聞いてるこれ。え、聞いてないよな。どうやって倒したいこれ。わわわ、ローティングだ。まずい、たまらなくなった。どうしようか、これか。わわわわわわ、ちょっと待って、さっきのやつは倒されへんの。ちょっとそれは腑に落ちんな。倒していこう。よし、こいつのヘビーウェポンを奪ってこれ、これで倒せるやろ。わわわ、やってもうた。あんたのウェポンちょうだい。これであのゾイド倒せるよ。あった、いい。あちゃ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 、ちょっと邪魔するな、今は邪魔するな。わお、危ない、体力ない、一旦逃げよう。一旦逃げて、おった、来た。弾切れかよ、もう弾なくなっちゃった。ということでショットガンでいっちゃおうか。ショットガンでなんとかなるか。弾20発しかないんよ、どうせやったら倒したいよね。うわー、いけたいけたいけた。ショットガン一発でいけたわ。オッケー、やっぱあのヘビー、うおっ、そう、え、マジでマジで、そこらまずい、これはまずいぞ。もう一発あったわ、ヘビーウェポン。よし、後ろからわー来い、倒した。オッケーオッケー、ナイスナイス。おい、うわー崩れ落ちたぞ、気持ちいいなこれ。オッケー、よーし、でこっちやな。このアーマー着たいよな、ちょっとフォールアウトのパワーアーマーみたいな感じでちょっと着てみたい。OK、 よし、わあかっこいい、このフォールアウトで出てきそうな車やなこれ。っていうかフォールアウトであったよねこの車ね。よし来たで、とりあえずショットガンの弾を調達しよう。 OK 来た、100発ある、これで負けへん、これで2丁持ちいけるよ。2丁持ちしたらもうそこで弾なくなっちゃうんやけどね。でもこれ最強、最強ですわこれ。さあ、なんかガレージ来たで。ちょっとこういうね、物を、いろいろカチャカチャいじりたいな。ねえ。こういうの、うわうわ、なんか来た。見つかった。やっぱ距離離れると、あれか。だいぶ威力落ちるんかな。弾だけ回収しよう、突っ込んで、よし、弾よこしなさい。わあ、また物資がいっぱいあるわ、これは嬉しい。うん、楽勝やな今回は。簡単やな、前回結構手こずったんやけど今日は楽勝や。なんか物資がすごい豊富やわ。グレネードバンバン投げていこうか。よし、もう終わらせるぞサクッと。わーおー、いきなり司令官びっくりした。危ない危ない、とりあえず飯食っとけ、食える時に食っとかな。ね、今度いつ食べれるかわからん。
おい、いけた。よしよし、こんにちは。取るな。うわー、ぐちゃぐちゃになった。ごめんなさい。ちょっとやりすぎた感あるな。しゃあない。うわータックル最強。お前もごめんな。よいしょ。テンション上がるみたいな。あ、開いた開いた開いた。これか。なるほど。ここも体当たりで。よし、来た来た来た。さあ、現在のタスクはメッツァーを探せ。もうここで探すんか。ここにいてるんかな。いてるんやったらぶっ殺しちゃおうぜ。もうあれ、いやー、ジョー、こっちか。監視カメラを見てくれ。司令部の前でこの私に随分と恥をかかせてくれたじゃないか。お前は死んだと、王国したんだと、奴隷の分際で帝国の上級司令官に恥をかかせるなどあってはならないことだ。お、屈辱だよ、ジョー。私がこの世で最も嫌いなのは人前で恥をかかされることだ。そうか、残念やったの。私にちょっかい出したんが運の尽きやで。そういうことや。諦めたまえ。だから今日は君の友達をお招きしたぞ。ヒルズボローの炭鉱奥深くからな。せこいことするんやな、また。人質取って、なんとかしようって腹か。もう失うもんないけどな。私に友がいてるのか。お、いよいよ最終決戦か。プレゼントだ、ジョー。入った。また後でな、ガスリンが。親父、ジョセフか。もう動けない。ほら、もうダメだ。早く逃げろ。スタリオン家は絶対に諦めない。そうだろ。言うようになったな。いや、親父が俺の闘志に火をつけた。もう決して家族に手出しはさせない。俺は嵐のど真ん中を通り抜け、生まれ変わった。復讐を遂げる獣に、ナチスを滅ぼすための機械に。おー、終わったー。親父が捕まったんやね、炭鉱から。連れてこられて人質に取られたけど、なんとか、親父を救うことができたみたいですね。そして、ボリューム3がアンロックしました。今回はね、サクッといけましたね。なかなかね。はい。ってことで、また次回、ボリューム3。これで決戦なんでね、終わりやと思います。これね。決戦。これで終わりでしょう。オッケー。ってことで、ガンスリンガー・ジョー、面白いね。これまたね、次回、ぜひとも見てください。マヤでした。バイバーイ。